皆さん、こんにちは。レペゼンフォックスの元メンバー、マルさんの DV や浮気が今ネット上を騒がせていますよね。そこで今回は、レペゼンフォックスの元メンバー銀太さんや、SNS を騒がせユーザー、エンターテイナー折原さんが言及していたので、それらについてご紹介していこうと思います。ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速見ていきましょう。現在はソロで活動している DJ マルさんですが、2024年9月28日に東京都渋谷区内のマンション一室で知人女性を暴行し、軽傷を負わせたとして暴行容疑で逮捕されています。 DJ マルさんが逮捕された件については、暴露系 YouTuber これこれさん、暴露系インフルエンサーのエンターテイナー折原さんも情報を発信しており、被害者は DJ マルさんと交際中の少年院出身のアイドルで、アイドルグループファムファタールや悪魔のキッスのメンバー戦慄かなのさんとのことです。エンターテイナー折原さんの取材によると、戦慄かなのさんが受けた暴行は、顔面回し蹴り、首を絞められる、カビハイターを飲まされる、ドアと壁の間に倒され何度も体を挟まれる、髪の毛をつかみ引きずり回す、恥骨を思い切り殴るなどだそうです。戦慄かなのさんは28日に暴行を受けた後にインスタグラムを更新し、本当に彼氏と別れたいのに別れられません、別れ話をすると顔が腫れるまで殴ったり蹴られたりします、助けてくださいなどと綴り、暴行を受けた後の自撮り写真を公開していました。 DJ マルさんは酒癖が悪く、酒に酔った状態で過去にも複数回殴られたことがあり、周囲の説得を受けて警察に被害届を提出したとのことです。この事件に対してネット上では、これがレペゼンの末路か、 DV マル予想通り、見た目通りすぎる、スーツ着て謝罪動画あげるんかな、思ったより早くやっちまったな、レペゼンでしか生きていけない人間だったんだな、見かねた周りの人たちが被害届を出させても、被害者がそれを取り下げてる面から見て、重度の強依存でどちらにもカウンセリングが必要だと思うなどの声が上がっています。しかし、レペゼンフォックスの元メンバー銀太さんや、リベログループプロダクションのりょうさんから、このままだと丸が海外行けなくなる、丸の未来を考えてくれなどと複数人から同時に詰められ、29日に被害届を取り下げたとのことでした。そして10月1日 SNS ユーザーのエンターテイナー折原さんが釈放後、戦慄かなのへの謝罪はなく、仕事関係者に謝罪回りをしており、かなのへのちゃんとした謝罪はなし、反省の色が全く見られないので公開します。戦慄かなのさんと DJ マルさんの DV 音声データを公開。こちらにつきましては、この動画の最後でご紹介いたします。さらに10月2日 DJ マルさんに対して、マルへ、今日中に鍵の返却がなかったら、本来なら難しいんだけど、これだけの声があればいけるはずだから、弁護士つけて罪状変えて再度告訴状の提出に行く、かなのの診断も全治3週間以上ってなってるから障害に切り替えだな、他から来てた LINE のやり取りを元にして証人威迫って罪もいけそうだけど、てか丸の周りもひどいよな、俺が事前に連絡してんのに義理も通さず、連絡も返さずにかなのに直接脅しかけるってどういう神経してんだよ、だから今回は事前に連絡しないで公開したと X にて呼びかけています。そして数時間後、なあお前ら信じられるか、まるって警察に暴力は振るってませんって言い張って、釈放された時も銀太、小田圭、亮に対して殴ってないって言い張ってんだよ、銀太はそれ信じてんだぜ、そりゃ音声出されても仕方ないだろ、明日保身のための声明出すらしいけど
内容によっちゃ銀太も終わりだな。よく考えて出せよ。被害届取り下げろってお前が送ってることに俺は心底呆れてるから、場合によっちゃお前とも今後仲良くの触りっこできねえな、と続けて言及していました。さらに同日2日、意味深発言も。カナノは今俺が見てるから大丈夫だよ、とりあえず今丸からカナノの家の鍵取り返そうと思ってんだけど連絡つかないから、レペゼン一人一人暴露していい、さっさと鍵返せよ、と投稿。これに対しネットでは、見てるというのはリアルにそばにおられるんでしょうか、住所特定されてるなら鍵を変えるか引っ越しの方がいいのでは、初めて折原がいいやつに見えた、一緒にいるなら守ってあげて一人で出歩かせないで、といった声が多数上がっていました。確かに投稿の通り、エンターテイナー折原さんが戦慄かなのさんのそばにいるのであれば安心ですが、ここで秘宝、銀太さんが反射を使って戦慄かなのさんを探し出すと言い出したのです。これは戦慄かなのさんのインスタグラムストーリーで明確になりました。戦慄かなのさんは自身のストーリーにて、今丸と連絡つかずで鍵も第三者を通じても返してもらえておらず、今どこにいるかもわからないし逆恨みされているかもしれないと思うと家から一歩も出れません。正式な謝罪もありません。どうしたらいいの、自業自得なのは分かってますよ。なので私のこと全然笑ってください。心配されようが相手が叩かれようが何も変わるやつじゃないですし、どうやら銀太くん周りが反社に相談して回っているそうです。私ただの被害者ですけど反響でかいとこんなことになるんですね。明日から更新なくなったらその時はどうにかなってる時だと思ってください。先に言っておきます、レペ教の人権はあるよ、大丈夫、心優しい DM の方が多いもん、私の遺言より、と連続で投稿していました。仲間でもない反社をケツ持ち扱いしてると消されるのは銀太さんなのですが、大丈夫なのでしょうか、いかがでしたでしょうか。ネットでは様々な意見が飛び交っているこの事件ですが、収束するのはまだ先になりそうですね。これからの続報を待ちましょう。最後に DJ 丸さんと戦慄かなのさんの DV 音声データをご紹介して終わりにしようと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくださると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。